天王星が、まあ、皆既月食中の月に隠される、まあ、こういう現象は442年ぶりということで、前回は土星だったんですけどね、隠れたのは。でも今から442年前はまだ人類が望遠鏡を持ってなかったんですよ。だから望遠鏡を使ってそういった現象を見られるっていうのは人類史上初と言ってもいいので、そういった意味で歴史の目撃ができるということで大変ワクワクしました。そうですね、意外と真っ暗にならないんだなというふうに聞き思いました。なんか一説によると2022年トンガの噴火でもしかしたらもっと暗くなるかもっていうふうなのは聞いてたんですけれども、思ったよりそこまで暗くないと思いました。いや、なんか感動的ですね。普段見られないものなんで感動しました。